とプッシュ気味に飛び込むが今のはワンバウンドか一塁へおっと一塁タッチしてアウトですよね。ダブルプレーですよね。これね、あ、セーフ。今はショートバウンドどうなんですかね。ええ、まあ、一塁ランナーからちょっとこう見づらい位置には当然あるわけですが、できればいいですけどね。ここは真ん中へ打ち上げた中村翔吾、ファールグラウンド追いかけます。ランナーをここはまた進め切れず、ツーアウトランナー一塁に変わります。第一コート経済団、そしてオリックスに入りました。他からも育成選手でした。そしてセンター奥はライナー、前に出てきてキャッチです。顔の前で最後はペイトンが追いついています。3アウト。初登板を終えましたピッチャー跳躍0点に抑えています。